このラジオで私のことを知ってくれた方もたくさんいると思うので、そこで初めての皆さんへ向けて私がどんな人かを知ってもらうために今からどんな質問が来るかわからない10問10答に答えていきたいと思います。ゴングが鳴ったら空から質問が聞こえてくるのでテンポよく答えていきたいと思います。いやー、どんな質問が来るのか本当に私知らされていないのですごい怖いんですけれども、それでは行きたいと思います。パルルの10問10答スタート。島崎遥さんにこれから10個の質問をします。はい。質問の答えは直感で素早く答えて一気に10個回答してください。はい。それでは行きましょう。島崎遥の10問10答。昨日の夜何食べた？チキン。美人と可愛い。言われて嬉しいのはどっち？あ、最近は美人ですね。今好きな女性アイドルといえば？わかんないっすね。いないです。自分のここ嫌だなーってところは？あ、もうこういうところですね。もう本当にぐったぐたなところです。自分の部屋の中で好きな場所は？わー、リビングです。突然100万円手に入れたら何をする？貯金します。告白はするのとされるの、どっちがいい？されるの。AKB48 の中で付き合うなら誰？同じチームの中西千織ちゃん。今食べたいものは？今食欲ないですね、今は。食べたいものない。島崎遥を一言で表すと？なんだろう、一言って一文字のことかな。なんだろう、一言って、ちょっと待ってくださいね。なんだろうな、これ。なんだろう。わかんない人、不思議な変な人。ああ、もう。これ、あ、そっか、これも自分で、そっか。自分でね、進行していかないといけないんですよね。これ振り返って話していけばいいんですかね、これは。まず、質問は、どうでした質問はっていう質問すらも難しい。どうしよう。はい、一つ一つ、じゃあ、質問を振り返っていきたいと思います。昨日の夜何食べたということで、これは昨日の夜は PV の撮影で、帰り遅くてでも小腹が空いていたので大好きなんですよね。はい、クリスマスにも一人で食べました。はい。じゃあ2問目は、美人とかは言われて嬉しいのどっちということで、最近美人ですね。言われることがない。可愛いとは、ファンの方から、なんか若い頃とか、よく言ってくださっていましたけど、やっぱりもう二十歳過ぎてからは、美人って、大人の女性が言われるような、なんか美しい人ってね、なんかその女優、よくなんか綺麗な女優さんとかが美人ですねとか言われたりとかするので、憧れっていう意味で美人って言われた方がなんか最近は嬉しいなって思います。3問目、今好きなアイドルいますか？わかんないっすってテレビで。まあ、そう、本当にわかんなくて、でも48グループで言えば NMB が好きですね、私。なんでかっていうと、曲がすごい好きで、NMB の曲ってすごいいい曲が多いなって思いますし、やっぱり関西ってことで、トークもね、すごいみんな面白い子たちばかりですから、NMB が、まあ、好きっていうか、まあ、なんだろう、AKB48 のメンバーとして、なんか、まあ、なんだろう、なんかそういう、
まあ客観視したら法廷とグループで言ったら NMB ファンかなっていうようなところですかね。ではい、4問目、自分のここ嫌だなっていうところはたった今こういう感じになってしまっている自分なんですけれども、なんか本当にラジオを一人でやりたいですって言ってこんなにやらせてもらってこんなねすぐ叶うことなんてないことをやらせてもらってチャンスなのにもかかわらずこんなな放送になってしまったことをすごい後悔しているんですけども、本当に今日夜一人で反省だなって、本当それこそお風呂の中で反省だなって思います。ごめんなさい。5問目、自分の部屋の中で好きな場所リビング。最近、今まではトイレの中が好きだったんですよ。なんか小さい場所空間で何するわけでもなく一人ぼーっとするっていうのだったんですけど、なんかやっぱ冬になってきてリビングには床暖っていうものがあるんですよ。なのでもう床暖から離れられなくて、寝室には床暖がついてないんですよ。なのでリビングで寝ちゃうっていう、リビングが今冬はリビングから離れられないのでそこです。6問目、突然100万円手に入れた、何をする、貯金。本当に貯金します。だってもう将来どうなってるか分かんないですから、やっぱり貯金は大事ですよ。本当にね、うっかりそうやってなんか100万使っちゃおうみたいなのはダメだと思いますよ。やっぱりね、そのどんなねことが起こるか分かんないですから、職業を失う可能性だってありますし、だから私は貯金をします。はい、7問目、告白はするのとされるのどっちがいい。もう断然されるのがいいですね。自分でするのはできないので、やっぱり女性の方からするのってすごいなんか私の位置考えですけど、私のプライドとして許されないっていうかなんだろう、なんか自分からするのってなんか私プライドが高いので、ちょっとなんかあんまりだなっていうしてきてほしいですね。なんか男の今なんか多いじゃないですか、そういうなんかめめしいというか装飾系男子っていうブームが、そのあんまりだなって思ってて、もっと男性の方からガツガツしてきてほしいなっていうのがあります。8問目、 AKB の中で付き合うなら中西千織っていうことで、同じチームのチーム A の中西千織って子がいるんですけど、すごい、まあ、面白い子で、私はまあもう皆さんこのラジオでお気づきの通り話ができないので話してきてくれる、どんどん話してきてくれる人がいいかなって付き合うなら思いますね。なんかすごい、私が不機嫌でもなんか機嫌が良くなるような一言を言ってくれるような、そんな人が理想だなって思うので、そういう人はそういう心の強さとか面白さを兼ね備えているのは中西千織かなと思います。9問目、今食べたいものはそう、さっきのラジオのね、これ収録が始まる前にもうちょうどお昼頃だったんで、何か食べとかないと絶対収録中にお腹空いちゃうなと思って、親子丼を食べてきたので、ちょっと今はちょっとお腹いっぱいで食べたいものはないですはい、10問目、島崎遥を一言で表すと。変な人。そう、なんかよく私周りから怖い人って思われるんですよね。初対面の人が怖い人だと思ったってすごい言われることがあって、多分黙ってるとすごい怖い人に思われるんだろうなって思ってて、顔が怖いのかその態度がすごい悪いのか分かんないんですけど
全然そんな話して、その打ち解けるまでに私すごい時間がかかって、話してもらえれば全然話せるし、親、そのなんで自分で変な人かって、変な人だって言ったのは、親に変な子だねってよく言われるから、変な変な人なんじゃないかなって、親が言うんですから、変な人なんですよ。そう、よく変わってるよね、あの、はーちゃんはって、はーちゃんって呼ばれてるんですけど、はーちゃんはって言われます。こんな感じです、私の10問10答以上です。